さ、カレーうどん作ろうと思ったのに、親が、ご飯用意したみたいなんで、また冷凍入れないといけません。だいぶ解凍されてるんですけど。いちこ。でしょ。いちこ。いちこに入ってきましたよ。じゃあ、いちこもらってみたいな。ウーバーイーチが。ウーバーイーチがいちこ持ってきた。階級が届きました。ご飯が、ご飯 210g ぐらい。サラダ。天ぷら。もしければ。手羽先、肉巻きです。で、いきます。今日雪や。雪降ってたんですか？雪や。雪降ってたんですか？マジか。わしのとこで寝てんで。すごい雪が降ってますね。雪が降ってますよ。飽きちゃない。お前らもいいや、ほんとに。いや、だからそれ上にあげてよ。もう本当にストレス。おい、だからあれあげるんだよ、自分で。私は上にあげれないから。じゃあ、どうする暇がないの？キキャン、おはよう。キキャン、雪だよ。雪が降ったね。寒いね。ピキャに、初めての雪を見せてあげます。ほらほらほら、ピキャ、あれがネギだよ。ネギ！ネギだよ。あ、今、腐った。あ、今ネギだよってか腐った。よかったね、すごいね、雪がしんしんと降ってますね。雪はしんしんというらしいですね。スマップが歌われておりますね。今の、神たちの様子を見よう。神？神。わしの神たちの様子を見よう。神。とか雪の中仕事へ行くそうです。まあ問題ありませんね。いや、あります。問題ない。問題。わ、すげえ。何だこれ。ねえねえ、見てこれ。何これ。大雪やん。大雪。何これ、クリスマスじゃん。クリスマス。何これ。すごい雪。大雪だよ。ねえねえ、大雪。朝からエアコン全開ですが、また後で切ります。今日の朝ごはんです。台湾カステラ。野菜のマヨポンがけ。ヨーグルト。カフェオレです。いただきます。夫が行ったので、暖房も消したし、電気も消したし、私はもうこれで十分なんだよね。あ、寒い。寒い。ねえ、寒い。冷たい。これ、ピキャに、これピキャに見せてあげる。冷たい。冷たい。
雪だるま見せてあげよう。今ピキャを持ってきました。連れてきたよピキャを。ピキャー雪だねー、寒い。雪だよ、じゃーん。ピキャ雪だね、雪だるまだよね。じゃあ雪だるまだよ、雪だるま。見せてあげたかったね、雪見せてあげたかったな。雪喜ぶだろうな、みたいな。ベランダの平和と安全を守ってくれているまもるくんだよ、ピキャ。まもるくん雪だね、ピキャ。ねえすごいね、雪。ピキャ今日はこっち側で雪を眺めてよね。そこに猫さんのお墓もあるね。指さしてダメだね、ごめんね。やば、冷えた。暖房つけよ、さすがに。あー、キャベツで何作るって言うんだよ。これ洗わなくていいんでしょうかね。冷凍していた焼きそばが解凍されました。熱っ。火力がすごい。あの一番強だった。水道水入れます。やばいよ、水道水とか入れました、入れました。水道水がこの出汁になるようなものを入れます。これくらい入れましょう。完成しました。今日の昼食は麻婆豆腐ご飯、じゃこ焼きそばのお弁当と白桃ゼリーです。ではいただきたいと思います。いただきます。くった、ピッキャ食べたよ。なんかまた振り出したね。ねえ、さっきまでやめたのにまたなんかえらい振り出しましたね。珍しいぞこんな雪は。今から豚ひき肉でつくねちゃんを作ります。第1チーム、ひき肉 200g かける2、半分にしたいときは、6個にしたいときは分量は半分にします。ひき肉、玉ねぎ、生姜、薄力粉、塩、料理酒、これを切って混ぜ混ぜします。で、油で焼いて、タレ、醤油、みりん、砂糖で、最後にこれを刻んで上にかけると。まあ、そんな工程ですね。よし、包丁が汚れないうちに大葉を刻んでおくんだ。薄力粉小さじ4、適当。よし、あとはこれを混ぜ混ぜするだけ。冷たできました。あー疲れた。凍ってて手がしもやけになっちゃいましたけど、なんか手でこねたりとかパンパンやってると手の温度で肉の鮮度が落ちるので、まあ凍っててちょうどよかったかなっていう感じですね。はい、続きまして、タレ作りです。醤油、みりん、砂糖です。醤油、大さじ2、みりん、大さじ2。あと、小さじ1。小さじ2分の1でもいいよ。私ちょっと甘めが好きだから。ピッピッピッ。では、熱した
フライパンにサラダ油を大さじ1。やばい、全然じゃん。全然じゃん、これ。そろそろ良さそうなので、これ。いい感じですね。しばらく置いてます。つねちゃん出来上がりました。何か間違えてケチャップかけちゃいました。今日のご飯はご飯行きました。